我々ジャーナリストの役割は戦争を止めることです。医大の先生が安全だって言ってること、うるさいよ。沖縄も福島も同じだよ。折り鶴の少女って何ですか？これはね、広島の原爆が原因で白血病になりながら女の子が折った鶴なのよ。貞子ちゃんっていうの。え、私も貞子っていうの。うちらもいつかああなるんじゃろうか。そんなことはないわい、わしらも一緒に治るんで。うちら実験材料にされとるんか。はよ、リジウム解散かいから。もっといい治療を受けさせてやりたい。私、これ以上私みたいに戦争で苦しむ子供たちを見たくない。どうして海を守るのが仕事なのに基地を作ろうとしてるんですか？このまま戦争を続けていたら地球が滅びてしまうよ。立ち上がるのは君たち子供たちだ。こうやって子供たちが犠牲になる世界はもう嫌。祖国のために戦う。Killed a little boy. 地球にはね、私たちの知らない秘密がたくさんあるのよ。え？ピカが落ちた日本に。